うちの息子ちょうど第一に行ってたのよ、あの時。だからその津波のすごさも見てきたみたいで、うちの息子も。すごかったって言ったら、もう一回こう真っ黒くなったって言ったよ、海。それで、え、なんだって。助けてって声が聞こえたって。痛いとか。まあ、あの時の次の日にもう全面的に探したらいくらでも助かった命はあったって。そこはね、ちょっと東電を言わなければってね。福島県って言ったけど、全然手つけないよ。もうそれこそ人町津波で流されちゃってる町なんだけどね。なんか、雲行き悪いよね。みんなもう、この頃はもう40日ぐらいなのかな、イライラしてますよ。うん、もう避難所に行ってもね。いつまでいいんだが。だからね、なんか少し殺伐としてますよ。この頃ね。夢のような話。夢であったらね、いいんだけどね。夢じゃない、現実なんだから。困ったな。困ったなっていうしか言いようがないな。どうしようがない。いや、なんでもないから本当にね、信じられないよね。いられないってこと自体ね。目に見えるもんであるならしょうがないなって思うんだけど。これから先生活もかかってるし、どうしようねって思うだけ。本当に、夢であったら覚めてほしい。